川内型軽巡洋艦は日本海軍の二等巡洋艦。同型艦は三隻川内人通中。いわゆる5500トン型軽巡洋艦の第三グループにあたる。本型の武装配置を示した図。対象9年度に88艦隊計画が成立し、この中で巡洋艦は大型巡洋艦4隻と中型巡洋艦8隻の建造が認められた。 しかしこの88艦隊が揃った時点で、重油消費量の飛躍的な増大が予想された。の文書に、重油不定の現状と書かれており、1921年の時点で、すでに重油が不足していたと思われる。そこで、対象10年度建造予定の5500トン型については、重油戦削艦を減らし、代わりに、重油石炭混�艦を増やして、 重油消費量減少を図った。こうして完成したのが、川内型軽巡洋艦である。このため天竜型から長領型までの軽巡洋艦は、すべて3本煙突であったが本型のみ4本煙突となり大きな特徴となっている。当初八隻計画されていた5500トン型だったが、1922年ワシントン海軍軍縮条約の、調印により88艦隊計画は中止。 建造は3隻で打ち切られ、1隻が建造取り留めとなった。4隻へ5500トン型4隻は、古高型2隻、青葉型2隻へ変更されて建造された。ここにおいて、日本海軍は17隻の軽巡洋艦を保有し、軽巡洋艦の建造はしばらく見送られることとなった。ロンドン条約下で計画された最上型、トネ型軽巡洋艦は、 実質重巡洋艦であり、次の軽巡洋艦建造計画は1942年春行の阿賀野型まで持ち越された。戦時中に阿賀野型軽巡が収益するまでは、川内型が日本海軍の最新の軽巡洋艦であったため、近代化階層も他の5500トン型軽巡洋艦よりも優先的になされた。そのため、 川内型三隻は1933年以降から太平洋戦争中期までのほとんどで水雷戦隊の機関を務めることとなった。基本計画番号 C-33。熊型、長良型からの主な変更点は以下の通り、上述のように艦は熊型、長良型から根性艦の割合を増やした。すなわち従来は、 路合ポン式重油戦傷艦大型6機、小型4機、同根傷艦2機であった艦を、路合ポン式戦傷艦大型8機、同根傷艦4機に変更した。これにより、石炭のみで最大速力14ノット、後続速力12.5ノットを出せる計画だった。艦内には、第2艦室と第3艦室の間に新たに横断石炭庫を設け、 重油タンクの一部を石炭庫に変更した。燃料は石炭が370トン、トンは全て A トン。以下全て同様から570トンに増加。重油が1260トンから1010 10トンに減少した。3隻すべての缶が加熱機付けになる。またジャパニッツクルーザース1997では、川内型3隻のうち人数のみが加熱機装備としている。 間室配置は、第1間室と第2間室に根性管を2機ずつ、第3間室と第4間室に大型扇傷管4機ずつを搭載するよう改められた。これにより、外観上は煙突が4本に増え、全部魚雷発射管の位置が一番煙突後方に下げられた。結果、選手楼管板が長くなって、探偵管板が短くなり、 倉庫や居住区の変更も必要とされた。手記は川内、中には三菱造船が設計した高圧衝動型、低圧反動型のタービンを搭載。人数は同じ川崎造船所製造の絹と同様にブラウンカーティス式タービンを搭載し、別の巡航タービンは搭載していない。昆衝管の増加などの機関変更での重量増は約25トン。 その他に 61cm 魚雷の採用や航空機搭載設備の新設などにより熊型から合計95トン増加する計画で排水量は常備で熊型の5500トンから本型で5595トンに増加した。それにより計画喫水は熊型の15フィート9インチから本型では15フィート11インチに増加した。 機関出力に変更はなく9万馬力の計画で、排水量増により速力は0.25ノット減少する計算だった。熊型の計画速力は36ノットだったが、実際の大焼け身では34.2ノットから35.5ノットであり、玉の講師成績の35.52ノットから、本型の計画速力を35.25ノットに定めた。 C-33 大体計画図によると、監視形状はクリッパーバウで描かれている。実際には従来と同様に一号機雷を乗り越えるためのスプーンバウで巡工した。関東大震災で大きく損傷したため建造をやり直した中の実は夕張や古高型と同様のダブルカーブドバウにて巡工、全長が1フィート長くなった。 また1927年の三保の関事件で看守を損傷した人数も修理の際にダブルカーブドバウに改められた。なお、川内の看守は最後まで春光寺のスプーンバウのままであり、人数、中との識別は比較的多いであった。探偵甲板の高さは従来7フィートだったが、本型では7フィート6インチと6インチ高められた。 またビルジキールは従来の短板式では能力不足で長さが短く幅が広いビルドアップ式に改められた。走行圧は従来と同様だが期間区画が長くなったために原則走行は上部で回71から回197までの長さ252フィート、下部で回77から回195までの236フィートと、 いずれも12フィート長くなっている。砲数に変更はないが、後部手法は従来では、後部マストの前方に5番6番砲を装備し、上構え後端に7番砲を装備していた。本型では7番砲が前方へ移動して6番砲と背中合わせになり、後部マストは5番砲と6番砲の間に移動した。ウェルデッキが、 後方に下げられて、選手廊甲板が延長されたことから、8センチメートル広角砲の位置は、ウェルデッキ直前の選手廊甲板後端の計画だった。竣工時には従来と同じウェルデッキ直後の探偵甲板前端に設置されている。また三年式機砲は三番煙突と四番煙突の間に装備する計画だった。環境構造や滑走台は基本的に、 長領形と同様であるが、環境は、ながら型から、わずかに拡大され、格納小扉は、羅針環境前面と同一平面になっている。全部マストに設置された、魚雷専用の測定所は、従来は竣工後に追加されたが、本型では、竣工時より設置されていた。春高時に二丁が装備されていた三年式機砲は、1933年から1934年に、 かけての近代化改装で、止め式メートル基準に交換された。なおこの六点五ミリメートルもしくは七七点ミリメートル炭装基準の装備位置については、探偵看板との記述が多いが、搭載位置がわかる写真などは残っておらず正確な装備位置は不明である。九百四十二年の河内の公式図によると、一番煙突広報の旧機登場に、 炭素機銃2丁が設置されていたと思われる。なおこの 7.7mm 機銃は1942年、途中に撤去されたようである。1933年から1934年の近代化改装で、中は滑走台の先端に 13mm4、連装機銃が装備、川内、人通は滑走台を撤去し、環境全面に機銃台を新設、同機銃を装備した。 中は復元性能改善工事で滑走台を撤去し、機銃を川内、人通と同じ位置に装備した。探偵甲板前端に装備されていた 8cm 単装広角砲2機は1933年から1935年にかけて93式 13mm 連装機銃2機に換装された。 この 13mm 機銃は1937年から1938年にかけて96式 25mm 連装機銃2機に換装された。太平洋戦争中の兵装については資料不足でわからないことが多い。中を例にすると、1943年3月時点では5番手法を撤去して、後に 12.7cm 連装広角砲1機を 装備しその量限に2 5ト、mm、ル連装、銅3連装を各1機装備、その他に21号電単装備、小発を4隻搭載していた。航空兵装として、春工時は滑走台を設置していたが、1931年10月に人数の滑走台に、長さ17メートルの呉式2号2型車出機が装備され車出実験が行われた。 格納庫はそのまま使用され、当時の搭載機は14式推定と思われる。1933年以降は91式推定の可能性もある。1933年から1934年に行われた近代化階層で3隻とも、呉式2号3型改め1車子付きが7番砲後に装備された。合わせて、後部マストは三脚式になり、デリックが装備された。 一番早く近代化改装が行われた中では、滑走台が残されていたが、残り2巻は、滑走台が撤去された。中も1934年3月に起きたともつる事件によって、急遽行われた復元性能改善工事で、滑走台が撤去された。春工事は長量系に引き続き8年式、連想水上発射艦4機8問を装備していたが、 人数と中は1940年から1941年の改装で、後部発射艦2機を酸素魚雷の発射能力を持つ92式4連装水上発射艦へ換装し全部、発射艦を撤去、ウェルデッキを兵員室に当てる改装を受けた。川内のみ、この改装は受けないまま太平洋戦争を迎えた。人数も、 川内と同じく6 1トル連装発射管のままであったとする説もあるが、人数を機関とする水雷戦隊の兵装消費記録において93色酸素魚雷のみが消費されていることから魚雷発射管の乾燥を受けていることが確認できる。単焦島は、竣工時に9 0トルを全炉に2機、五炉に1機だったものが、 1933年と1938年の2度の改修工事があり、1941年においては3巻とも 110cm を全楼に2機、5楼に1機となっていた。ありがとうございます。